歌わせてもらいました。お疲れ様。もうなんかあの三日月のさアウトロでさこうやってチャー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 ってこう合わせるときにみんなで円になってこう今回はやったんですけど、その時に円がちっちゃくて人数が少なくてうわーって少なーって。石田さんもルカにハマりそう。え、なんで知ってんの？そうなんですよ、なんか急にやりたいとか言い出して私の借りてやって、もう自分のでダウンロードするわとか言ってやり始めたんです。でそっからなんかずっとやってるんですよ。お疲れ様グース。生まれてやだった。お、今日が当選やったんかな。ねえいいよね三日月の背中。プイバズ入れてた？マジで？なんで知ってんの？あれか、ショールームやってたんか。50年？多くてカメラ分できひんで。そう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 、あ言ってたんや。おもろ。今日はほんまもんのれいこちゃんですねえ。29人いたのにもう1年ぐらいレイコさんに会えてないかな。うん、あー夢逃げはもうやるメンバーおるんかな。夢逃げのメンバーでおらなさそう。あー独占権ね、はい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 。うちはあ修理してました。レナタン推しです。レイコちゃんありがとう。あこちらこそありがとうございました。本当に私は本当にもう成長をね近くで見守ってきて本当に綺麗な女性になったなって今日ドレス姿見て思いましたね。レナタンがすごく立派で本当にしっかりしてて、いやうんねえ夢逃げ。ご飯行けてないな、忙しくて私がもうちょっと時間がなくて人数が足りないって。レナタンもう帰ったんかな、分からへん。私はもう先に帰ったからねえ。16人選ぶの大変やったけど三日月の背中ってどっちが。確かに抱きしめちゃいけない、ずるいよね。それ若菜も同じこと言ってたわ。若菜もなんか卒業公演でこの曲はやばいよねみたいな、あかんでみたいな言ってたわ。はかないよね、本当にはかない。いやでも素敵な卒業公演でしたね。とても良かったです。まあそんなこんなでナングラをねちょっとしないといけないので、まあ明日にでもつぶやこうかなと思うんですけど、鬼が二度見するあれやんな、ものやんな。何しようかな、二度見するものな。わかる、歌詞刺さるよね。靴ひもな、わかる、履かない感じがするよね。あの何とも言えないあの爽やかで儚げな笑顔が靴ひもにはある。あ期待してる。うわ何投げた。ちもしびっくりするもの。高低差に耳がき、みたらし。うわみたらし通じるかな。ショールームの人に桃太郎伝説のカセット。いや石田さん2連ちゃんや。なんやろな、抱きしめちゃいけないって言いながらね、なたん抱きしめ見た見てたよ DMM で。夜公演見に行った、ありがとうございます。ウキウキザウルスは分からんて、分からんよ、身内ネタすぎるてガチ恋
モバイル応援枠9期生全員イカニカンまた出た、めっちゃおもろい。イカニカンおもろいな。あ、フォークボールね。あ、なんかそういう、あ、うまいね、うまい、そういうの、あーってなるわ。なんか面白さもあるし、なるほどねってなるわ。フォークボールね、ちょっと候補にメモメモ初見です。大喜利のお題、札束、お金、全力投球、カルタの札、ハンマーヘッドシャーク、ピーマン。今日の髪型か。そう、私よくハーフアップをするんですよ。楽で、あの、自分がこう似合う髪型で、そう、好きなんです、ハーフアップ。嬉しい。ちょうちゃんかな、かか気持ちをくるくる回して、鬼のお面、生地、願いが叶う玉、ドラゴンボール、かまいまー、皆さん、推しのお友達と玉で投げて、ノリで投げて当選して、急で、いやー、勢いで急遽遠征。いやー、嬉しいよ。まさかさ、そんななんかいきなりね、会えると思ってなかったし、劇場でね、しかも、鬼だけ、じいさんそれやりそう。ハンバーグ、きびだんご、モルモット。何、ツーシームって、え、一番似合ってる。うっそ、嬉しい、ありがちゃ。はるちゃんぱ、はるちゃんぱはなんか言ってなかった、はるかが。おにぎり、かわいい。鬼殺しはあかん、アイドル的にちょっとあかん。公演チケット、ハンバーグかわいい、ありがちゃ。ケルちゃん、お久しぶり。ガラムマサラ、180キロかな。それもおもろい。なんかそっち系おもろいな、野球のフォークボールとか。180キロストレート、サイリチキ、カツラ、遅れてしまった、大丈夫、まだ始めたばっかり。転生装置アンパンマンの新しい顔ね。あ、それもいいで、ね、それも好きよ私。モヤットボールギリ世代、金棒、サジを投げるんだから。え、なんか誰かサジを、サジって感じした気がする。恵方巻き、赤い髪、石田さん、ナックルボール、大リーグ3、大リーグボール3映像そう怖く、おもろいな、みんな。なんだろうね、内閣高め、そうなんやね、サジやってたよね。抜け毛、抜ける毛ないてないのよ。さて、ありがとう。あ、名言、遊びに来た、早い者勝ち。そう、あー、やり投げね、なるほどね心ない言葉おもろいそれにする決めた、心ない言葉にしますちょっと待って、めっちゃおもろいねんけど待って心ないこと、おもろい、めっちゃおもろい心ない言葉にしますめっちゃおもろい、めっちゃおもろい鬼ないでかい、めっちゃおもろい、天才、すごいめっちゃ傷ついてもう帰っていくわな、天才そう、鬼にダメージも与える、すごい、おもろい心ない言葉おもろいあ、おもろいね、外からじゃなくて内側の心の部分に対峙していくという鬼泣いちゃうよね笑顔にできてよかった。いや、おもろいわこれ、うわ、すごい、ちょっと、なるほどな、そう、毒好きってことそう、鬼、ってなるよなめっちゃおもろい、精神的やな
いやこれはちょっとすごいわ、おもろい一番強い、間違いない、かわいい、ありがとう、鬼帰ってこない、ハート500個、ありがとうね、精神的攻撃か、そうやな、あとは審査員さんにハマった、私はめちゃめちゃハマりました、もうここ私はめっちゃハマった、あとは審査員さんのがハマってくれたら、過去の成績一覧、確かにな、見てみたい、ハート100ありがとうダメージいくそう、最近結構 NMB の曲ダンスしてるけど、なんか踊って村子ちゃんとかみんな使って、うっそ、ほんとに、そうダメージエグそう、笑った空回りがホームランがないな、どっちかやな、心ない言葉はないの逆に、いやでもこれそれでもうなんかざっくりしてておもろい、心ない言葉エゴさして、そう重み、そうよ、抗議もんやで、真面目鬼来なくなるめっちゃおもろいわ、攻撃されるやつ、投げかける言葉、まあ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 、細かいことはいいんです、投げって言ってるからいいんです、いいんですね、えじゃあそれにします、ありがとうございました、決まりました、あーおもろい、ありがとう、ちょっとテロップを消そう、はい、何グラ、おー終わりパンツ出さとか言われたありがとうございました、あー面白かった鬼のイラスト添えて、リア子卒業アップ、メンタルやばいね、やっぱ仲いい子の卒業って寂しいよね、変化球の不意で1本やった、1本ね、過去最高最速で終わったね、素晴らしい、ありがとう、テスト勉強しながら配信、お見てます、レコちゃんのグラビア、あそう、まあまたこうやってちょっとちゃんと正式にじゃないけど3月6日にですねガールズペディアさんが発売されるんですけれども、なんとなんとサムイ島に行ってまいりましてですね、タイです、タイ、初めて22年生きてきて初めての海外です、わーびっくりびっくり、めっちゃ海外すごい楽しかったけど、もうハプニングが起きすぎてやばかった、しんどかった、そこだけ鍛えられすぎてる準レギュラー、そうだから本当にみんなが大寒波で雪雪とか言ってる時にノースリーブでパイナップルジュース飲みながらくつろいでましたそう初めて修行し直してきます、そう海外で撮影してきたんですよ、いやでも本当にそのためにパスポートを取ったわけじゃないのよ、これはちょっと誤解を解きたいじゃないけど、本当に私知らなかったのね、普通にてか NMB 全メンバーパスポート更新してくださいっていうのがあって、で私まだパスポート取ってなかったの一度も、だからその更新してくだ全メンバー更新してくださいって言われた時に更新しただけで、本当にたまたまそれでサムイ島のメンバーに選ばれただけっていうので全メンバーやってますパスポートはっていう誤解っていうか、そうなんか海外で仕事あるんじゃないのみたいなその時から言われてたけど、そうなんですよそう初海外でした聖地巡礼、そうレイさんと原さんと石田さんと私です、そう虫刺されめっちゃ痒いそう裸の関係です、もうレイさんとは、そういやハプニングやばかったよ、あエピソード聞け楽しかった
そうなんですと、ちょうどタイミングが、そうなんですよ、大阪で寒いとね、海外ロケね、すごいあれあったらね、おもろいよね。モテモテ、いや別になんかあんまり関わってないかな、関わってないからあんまりかも。タイのご飯、ガパオライスとかなんかフォーみたいなやつとか食べた、うん、食べれました。私でも偏食の、更新できなかった。あ、そうなんや、すっぴん顔違いすぎて耳形見られた。そうなんや。お風呂なし、お予約した、ありがとう。鳥取自己紹介、募集サイト若いしゅう。そして何も知らない。またしても何も知らない大泉洋さんね。海外ね行きたいね。でもまた寝れる魔法だけ、おやすみ、一緒に寝てね。ゲットして、辛いの全然平気、聞き漏れれちゃねえ。そう、店員さんと、そうなんですよっていうので、まあそのハプニングの話をねしますと、まあ、まず空港でもう何個かね結構乗り継いで最終的に寒いに着くって感じやったんですけど、あの最初、まあ、何空港着きました、あの日本の方のね、で、マネージャーさんと私たちメンバー4人と5人でその荷物預けるとこ行ったんですよ。でみんなこうなんかいろいろパスポートとか見せて、で、寒い島域のなんかタグみたいな貼ってもらって、でいざ全員分のできました、でベルトコンベアみたいなんでさ流していくやんか、で私の一番最初に流したんよ。で私の流し終わって他の人も流れてる時、だから私なんもうなんか扉の向こう側行っちゃったぐらいの時に、なんか急になんか何そのあわあわしだして、女性のあのキャビンアテンダントさんじゃない、なんか受付の人があわあわしだして、あすいません間違えましたみたいなんで、他の私以外の荷物をもう一回戻してきて、あのなんかこうその方が言うには、寒い島行きのを、ん？違う、なんかそのタグにはバンコク行きのやつを貼っちゃったらしくて、私たちは寒い島行きまでのその荷物をお願いしてたんやけど、その間違えてそのバンコク行きのやつにしちゃいましたって言われてて、であらーみたいな、えじゃなかったっけ、いや違う、ごめん間違えた、ちょっともう一回話すと、私たちは本当は寒い島行きのやつにしてほしかったんですよ。でもその人たちが勘違いで、間違えて寒い島行きのやつにしちゃったんですけど、バンコク行きのやつでしたって、だからそこでまず間違いが生じてるわけよ。本当は私たちは寒い島行きのやつにしてほしかった、でもそのスタッフさんは間違えて寒い島行きのやつにしちゃいましたって言って、で今すぐバンコク行きのやつに変えますって言われて、でもそこで違うやんか、でも私たちはどこ行きまでっていうのをなんかあんま知らんかったから、あ間違えたんですねぐらいのテンションで、でも私の荷物流れていったらそれ私の大丈夫かなみたいな、でまあ後で会って変えときますんでみたいな言われて、あなんか心配やけどまあまあまあと思って、そうちょっとややこしい、そうそうそう絡み合ってなかった、でまあ私は不安を抱えたまま飛行機に乗って、で一回東京羽田かな、羽田に着いて、でそこで撮影スタッフさんたちとも合流して、でいざそのバンコク行きの飛行機に乗る、30分前ぐらいになんかアナウンスでそのマネージャーさんの名前を言われて、呼ばれてて、え何みたいな感じで、マネージャーさんとその撮影スタッフさんが一緒に行ってて、でそのどういう内容やったかっていうと、そのスタッフさん、その東京羽田のスタッフさんがなんかその間違え、それそのだから間違えてますよっていう、ほんまはあなたたち寒い島行きのやつにしたかったんですよねみたいな、でも
あのバンコク行きのやつになってますよって言われて、でそこであらららってなったんですよ。だから一回その私以外の4人のやつはあのバンコクでもう一回荷物のそのやり取りをしてサムイ島行きのやつに変更してもらわないとあかんみたいな。でもさ、私たち別に英語喋られるわけでもないしタイ語も知らんし、でえやばいなみたいな。でも私のはなんかちゃんとサムイ島行きになってるみたいな。でもう私ああまあよかったかと思って、でもなんかちょっと嫌な予感はするなと思ってたんですよ。でまあそれでなんかみんなこう不安を抱えたままバンコクまで飛びまして、でバンコクでその私と撮影スタッフさんは先にもう全部済ませて、飛行機の乗るとこまで来てて、でもまあ時間はあと1時間半ぐらいあって、その次乗るのに、であとの4人、マネージャーさん含む4人はそのバンコクで、そのやり取りをしてたんですよ。でもやっぱ海外やからさ、 Wi-Fi ってさ、こうなんでポケット Wi-Fi とかつなげないと通じひんやんか、とかあとまあ英語もさみんなわからんし、どうやって言えばいいかわからんっていうので、もうすっごい時間かかってて、でここの飛行機この乗り場に行きますよみたいなのもさ、やっぱ海外の字やからさ何書いてるかわからんやんか。だからそれでもう本当にマジでギリギリの飛行機乗る5分前にみんながもうはぁみたいな感じで来れて、うわセーフみたいな、うわ芸能人すげえと思ったんやけど、芸能人の運の強さに。でそこでもまたもう大変やったわけやんか、言ったらその私以外の4人は。でまあなんとか寒い島行きのに変更できたよってなって、あよかったねー言って、ほんでまた飛行機乗って寒い島にいたつきました。そしたら私の荷物がありませんえ届いてないですけどって言われて、はにゃーってなって、もう嫌な予感的中、もうえ私の荷物どこってなって、私の荷物ってかキャリーが行方不明になっちゃって、もうえわくない、はにゃーってなって、でそのバンコクでその寒いのスタッフさんはなんか私たちにはもうどうすることもできないからみたいな、その日本のそのスタッフさんとかバンコクの人とじゃないとみたいな、なんかそういうの連携取れませんみたいな言われて、はえーってなって、まあとりあえずそのそう多分だからバンコクに取り残された、私のももうずっとバンコクにあったんよ多分。でそっからまあホテル、そのサムイ島のスタッフさんがそのご好意みたいな感じで、そのキャリーがもしサムイとかに届いたなら、ホテルに、私が泊まるホテルに届けますと。そうそうそう、届けるので、あの電話番号とかホテル名とか、あのホテル番号とか教えてくださいって言われて、でまあ頑張っていろいろ書いたりとかして、でも私はもう不安なわけよ、だって自分のキャリーがないわけやからさ、もう全部生活必需品はさキャリーにあるわけよ。そのカバンとかはさ、その家計カバンとかはあるけど、でもう本当にもう憂鬱な気分のままとりあえず撮影してたんよ。でうわもうほんま最悪みたいな、これ今日中に届くんかみたいな思ってたんですよ。でそしたらその撮影中に荷物見つかったみたいな、で夜の8時頃にホテルに届きますって、でああよかったってなって、もう本当にその瞬間から私のこの曇った笑顔から晴れやかな笑顔に切り替わって、撮影中に。そうそうそう、最初はそんな気持ちで、もう不安な気持ちで撮影しててでそう本当によかって、でまあそのまま撮影終えて、まあみんなで夜ご飯食べに行って、でホテル着いたらその私の部屋にちゃんとキャリーが届いてて、あーってなって、もう本当にやばかったの。いやマジでやばくない？そう、中身はもう全然大丈夫やったんやけど、
いやマジで本当に、だからさ、ほんまなんていうの、その下着類とかあとはシャンプーとか、私あのブルーブラックっていうか黒に染めてるから、あのカラーシャンプーが必須なわけよ。普通のシャンプーとコンディショナーやとすぐに髪色落ちちゃうから、あのカラーシャンプー使ってるからそれもないとあかんしみたいな。でもいろいろと困ってたからマジでほんまによかったと思ってっていう、もうドタバタハプニングで、まあ帰りは帰りでさ、全部の飛行機が遅れて、これ乗れないんで一本遅いのでみたいなんで、あの冠ライブね、もっと早く、レッスン場について練習できるはずやったのに、1時間半2時間ぐらい遅い時間についてレッスン場に、もう全然時間ない中も必死に立ち位置と振り入れてみたいな。で空港でももう人の目なんか気にしてられないから、気にせずもうこうやってもう振り起こししてでやってて、そうなんですよ、やばかったっていうエピソードでした。でも楽しかったんですよ、めちゃめちゃ楽しかったし、本当にいっぱいお買い物とかもできたからそうモバメでもうほんと悲痛なモバメ送ってたでしょ。そうなのよっていうエピソードでした。初海外のドタバタエピソードでした。そうなんですよ。お土産は M メンバーと、あと M のドラさんにあのタイパンと、プラスウーカさんにタイパンを買いました。いや無事本当に冠できて本当に良かったです、マジで。そう、むしろいい思い出やし、また行きたいなと思います。寒い島自体本当にすごくいいとこだったんですよ。いやハプニングだらけでしたね。そう、表情がもしかしたら違うかもしれない。あのペアショットってあるじゃないですか、ガールズペディアでいつもね、そのペアショットで撮ってる最中に言われたの。まあ誰とペアとかはまだ秘密なんですけれども、そうだからその写真のどれか、あのもう急に明るくなってるかもしれない顔色が。買うの恥ずかしい、うっそ、うっしょー、何よりのお土産間違いないね振り起こしもう必死にしてた。なんかさ、その飛行機とかもさ、言ったら狭いやんか、で身動き取れへんけどもうそんなん知らんみたいなんで、こうやってもう頑張って踊ってたそれで何本も、確かに YouTuber やったらね、めっちゃ暑かったよ寒いと、あ、だかありがとう記憶に残る、間違いない。いやいや本当にもうやばかった、4コマ漫画みたいな、急にいい顔になっている可能性期待しておきます。肌やかりがいちゃうね、写真集、そう本当にいっぱいね撮ってくれるからっていう感じでしたね。でもね、海も入れたし、プールも入れたし、美味しいご飯もいっぱい食べられたし、お買い物もいっぱいできたし、すごく幸せでした。え、マカリがいっちゃう。写真はまだまだ、やっぱあの私たちもあれなのよ、ファンの方と同じタイミングで写真を見るから、そうなの、さすが、やったん、そう、楽しければ OK だから、もう最終的にうまく、ま、丸く収まったので楽しかったら OK です。いや、お疲れ様、マングースでしたそう、お風呂も入った、みんなであの最初にプール入って、私と原さんの部屋にだけあのプールがついてたんですよ。だからそのレイさんと石田さんがこっちの部屋に来て、でみんな下着姿でプールでもうはしゃいで泳いで、
で、はあ疲れた言うてお風呂入ろう言うて、で私と原さんって基本的にお風呂の湯溜める人なんですよ。シャワーだけで終わらせへん人やから、でちょうど湯溜めてる時にその石田さんとレイさんが来はったから、ちょうどお湯溜まってますよ言うて、4人でこうぎゅうぎゅうになりながら、レイさん以外は下着で、ほんでレイさんすっぽんぽんでお風呂に入ってでやってました。ほんでみんなであったかいね言うて温まってましたそうそう、だから初海外なのよ。そうやねん。だから原さんと一番下っ端の私らが一番豪華なでかい部屋だなって言って、オフショットいっぱい撮ったから楽しみにしててね。え、韓国行きたいです。次は職場旅行ねえ、怖くない、間違いない。そうすごいよね、プライベートプール椅子ある、そう本当にすごかった。もうねめっちゃ楽しかったです。うんレイさんはなぜ、いやなんか普通にスッポンポンで入ってましたのもうそうね、シオンだね、韓国いる時は。でも韓国はワクチン打たないとあかんもんなインスタに写真めっちゃ上げて、あ本当に、うん、そういっぱい服持ってきて、原さんが何泊、3泊ぐらい2、3泊ぐらいしたんですけど、7着ぐらい服持ってきとって、もうすぐに着替えて写真撮影一人で行ってみたいなしてたから、あの子本当にすごいです。あハワイね、今みたらしはチモシー食べてます。うん、飛行機はね酔わなかった、意外と。うんそうそう、タイはオッケーなのよだからもうね、すごい、でも本当に楽しかったです。でも虫刺されがすごい痒いです。おもろそうな話、そうタイのガルペの話を、ガールズペディアの、シンガポールの家はすごい、行ってみたい、絶対楽しいやん。そうもうインスタグラマーの本気を見ました、うん、あ規制ない、マジで、じゃあ行けるってこと確かにね、慣れてんのかなあ、耳キーンはマジでそうそうだからもう唾飲み込むのに必死よね。耳キーンになったらとりあえず唾飲み込まなあかんやタイに行きたい、そうご褒美でした。そう原さん意外となんか英語なんかやってたから助かりましたね。もう本当に楽しかったです。なのでそんな大ハプニングがあったガールズペディア3月6日発売、ぜひ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 買ってくださいそう耳抜き、そう英語できるってわけじゃないねんけど、なんとなくなんか話せるみたいな、ノリで話せるみたいな感じ。まあでも英語はもう本当になんか文法というより単語単語を組み合わせればなんとかなりますよね。あ絶対買います、うんスムーズな設定、うん福島のハワイなら中国人韓国人英語は聞き取れる、欧米じゃん、なるほどね、流暢やからか。オーストラリア行った時帰り飛行機台風で、しんど、そうそう、あそう見ろってことです。未来ちゃん英語得意な、ゲットして、そうノリで、アルバムもガルペも、そうアルバムもね、アルバムは3月8日やったっけピロピロ言うてる、1日公演当たったら、お待ってます、当たったら行く気合いとジェスチャーでコミュニケーションね、そうだよね、そう嬉しいニュースもまだ残ってるし、そうだから、でもなんか荷物検査の時とかやっぱドキドキするよね、
なんかタイの時とかはバッテリーとかもなんかこういちいち出して見られたりするのよ。とかバッテリーみたいな言われてってなりながらって出してバッテリーってあの充電器ね、ポケ充リアル詳細確かに。てか何あるんやろあ、そうやな、英語習ってたもんな。あ劇場入り口になれた。え、おどおどなるよね、なんか怖い、ウォーターとか言われてみたいなドキドキしながら、そのえーみたいな言われたやつをこうやってです怖かった3時間アメリカ上陸するのに3時間待たせて上陸乗り換えの飛行機間に合うの。なんかもうでもそんなもんよな、ほんまに。だからそれを今回身にしみて感じたな、そのタイでマジで行ったことない。そうそうそう、容量が決まってるみたいで、これまではいけるけどこれまではアウトみたいな。そう、ほんで私はセーフだったのでなんともなかったんですけど、うん、電圧器、あ、電源、うんうん、全然ね、日本のやつでも大丈夫だった。いやー、すごかったですね。入国審査、サングラスとかアロハシャツとか着て、私観光来ましたみたいな感じで、めっちゃ、え、そうなん？割りおもろい。今度からそうしようかな。グラサンかけて。毎回モバイルバッテリーキャリーに入れてるの忘れた。そうだからキャリーに入れたらあかんのよね、そこもむずいよね。本当に刃物だからさ、カミソリとかはあのキャリーとかに入れとけば大丈夫やけど、手荷物の方に入れとったらアウトやしみたいな、そういうのあるやんか。飲み物とかもさ、キャリーに入れてたら OK やけど手荷物やったらアウトとか。だからもうめっちゃ調べて、これは OK なのかとかこれはアウトなのかとかめっちゃ調べて、あのストレートアイロンとかもうめっちゃ調べていきましたペンライト、あー確かにライトって言うしかないよねいやーでもそんな感じでしたね。燃える可能性がある、なるほどね。貝印が使う、そう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 、準備大変やった。初めて、なんせ初めての海外旅行やからさ、何が良くて悪いのかが分からへんから頑張ってやってましたね。ビームさん、うん、え、ちょっと待って、声出なくて、あの時間で声出なくてどうしようって怖くない？嘘、もう龍角さん浴びな龍角さんを浴びるんだ大丈夫？いやーでもあったかかった。推しに向かってフルを英語で言えるようにしておかないと。本当だよね、ナンバライティ当たった、お楽しみ、頑張らないとね、ナンバライティも。まあそんなこんなでさ、日本帰ってきて寒すぎて、あ、意外、もうちゃんと私防寒対策もあのちゃんとあの手荷物に入れて、もうトイレとかで着替えてぬくぬくした格好にしたから大丈夫だった、大丈夫でした。はい、そんなこんなでもう11時半ということでですね、じゃあ最後にあのみたらし、あ、まだ今日ピーマンあげてないので夜の分のみたらしに今日ピーマンをここであげてから、この配信を終わりたいと思いますので、じゃあちょっとみたらしを連れてきますね。みたらし、よいしょ、あら、あなた耳がついてるわね、おい、よいしょよいしょ、ちょっと取るからちょっとおとなしくしてて。はい、お利口さん、よいしょよいしょ
よいしょよいしょ、はい、みたらしです。はい、どうぞ。エピマンです。お、めっちゃ見えやすい。みたらしです。あ、ちょっと待ってね。はい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 、みたらしです。むしゃ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 。見えますか皆さん。ASMR。 そう、いい音なんですよ。こう見たモルカーのキャベツ食べるシーンは、ああ、うん、本当リアルよ。モルカーガチ勢すぎてモルモットかい。そうなの。そうだよ、モルモットのおかげでみたらしと出会えたんで。ピーマンの CM マジでお待ちしてます。かわいいね、口元が。かわいいでしょ。早いんですよ、ほんで食うのがあっという間いなくなっちゃう。あ、好き？うん、ふさふさになってる。どうなんだろう。もうさ、毎日見てるからさ、私はちょっと変化にさ気づけないわけよ。どうなんだろう。昨日はるちゃんにしてた。眠気誘う。ハムスター飼ってたことある。突然推しのキスシーン。今ね、もうすぐで2歳だね。早っ。もうすぐ2歳か。やば、早いね。やばすぎ。口元、いや、わかるわかる。じゃあ最後、はい。かわいい。バッ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 って。かわいいじゃん。かわいい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 。お腹いっぱい？ごちそうさま？かわいいね、本当にもう一番かわいいね。かわいい。ブイブイタイム。そう、めちゃめちゃ大きいんですよ。でももうこれ以上は多分大きくはならないと思うけどね。みたらし女の子やし。いやー、ちょっと幸せでしたわ。くつろいではるわ。ほんでありがとう。こちらこそ、あのみたらしの可愛さをまたこうして世に広めることができてよかったです。幸せ、本当に。よし、じゃあバイバイって、ありがとうって言ってあげる。よいしょ。あ、ちょっと破片が。はいはい、これも食べて。食べた。はい、ありがとう。あ、ありがとうって言ってるわ。よいしょよいしょ。はい、おしまい。ありがとうございました。
それでは、順位を発表させていただきたいと思います。いきます。13位パイセンさん、ありがとうございます。12位ちなちゃん、ありがとうございます。11位れいこちゃん、ありがとうございます。10位ゆうじろうさん、ありがとうございます。9位ひさおさん、ありがとうございます。8位バロックさん、ありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。6位たかさん、ありがとうございます。5位つれづれさん、ありがとうございます。4位ビート&ビートさん、ありがとうございます。3位大政さん、ありがとうございます。2位しんさん、ありがとうございます。そして1位がまるるさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあおやすみなさい皆さん、いい夢見てください。私は久しぶりの明日休みちゃ休みなんですけど、ちょっといろいろ覚えることがあるので、まあ練習しつつ体を休めたいと思います。それではおやすみなさい、バイバーイ。